元スペイン代表であり現バルセロナ監督であるシャビエル・エルナンデスはこう言いました。僕たちは個の集合体ではない、チームそのものが一つの個なんだ。当然ですが選手の能力はそれぞれです。ただシャビが言うようにチームそのものを個として考えるなら、各々のポジションで最強のパラメータが一つあれば最強のチーム、いや最強の子が完成するのではないでしょうか。ということで本日はこちらのスカットを使っていきたいと思います。テレテテテテー、各ポジションで一つだけ能力カンストしてれば絶対最強スカット。それでは本日のヒーローを紹介していきたいと思います。センターフォワード、ロベルト・レバンドフスキー。個性は決定力。同じくセンターフォワード、エリック・ロペス。個性は瞬発力。オフェンシブミッドフィルダー、ルカ・モドリッチ。個性はパス。同じくオフェンシブミッドフィルダー、久保建英。個性はドリブル。セントラルミッドフィルダー、中村俊輔。個性はフリーキック。ディフェンシブミッドフィルダー、カゼミーロ。個性はアグレッシブネス。左サイドバック、リュカ・エルナンデス。個性はボールダッシュ。センターバック、フィルヒル・ファンダイク。個性はディフェンスセンス。同じくセンターバック、アンドレアス・クリステンセン。個性は守備意識。右サイドバック、ディフィネ・レンス。個性はスタミナとスピード。ゴールキーパー、ジャン・ルイージ・ドンナルンマ。個性はコラプシング。ということで本日はこちらのヒーロー11人と最強の子を作っていきたいと思います。ちなみにですが、コラプシングが何なのか皆さん分かりますか？僕にも分かりません。さあ、ということで試合の方やっていきましょう。よろしくお願いします。いや、あのね、ヒロアカって見たことあります？ヒロアカでもそうなんですよ。おのおのがやっぱり個性を持ってる。おい、ディフィネレンス大丈夫か？あー、個性がスピードとスタミナが落ちてる。まあ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 、他のね、はい、方たちで補っていきましょう。そう、補っていくんですよ。そしてチーム子として成り立つと。もうおのおのの特技をもう極限まで極めたスカットになってます。はい、いや、これは勝てるでしょ。ちなみにお相手さんは、おー、レアルスカットね。はいはいはい、リュディガーも入ってるね。じゃあ、じゃあ試合の方やっていきましょう。はいはいはい、守備センス最強。おっと、カゼミロはパスがあんまりだぞ。補ってけ。久保建英にまずは渡したい。ドリブルの子で、おっと危ない。おっと、ディフェンデレンス、おっと、あー大丈夫だ大丈夫だ、みんなに任せろ。大丈夫、やれる。さあ、久保建英、ドリブルの個性発動。すごいよ。はい、ドリブルの、あ、ディフェンスです、ディフェンスです。さあ、リュカエルなんです、個性発揮。さあ、アグレッシブが売りのアグレッシブです。おっと、あーあー、個性が空回りしてるや、これ。大丈夫だ、コラプシング最強のドンナルンマがいる。コラプシング最強ということは、ゆえに最強。ああ、いける、大丈夫だ大丈夫だ。こっちには最強の個性たちが揃ってるんだよ。いけるか、クリステンセン。ああ、はい、パスが売りだよ、パスが売り。はい、爆豪いけ、よーし、きたー、決定力のレバンドフスキー、ナイス。構成発動したよ、今みんなの。おい、俊介いいよ、俊介フリーキックやりたいね。大丈夫大丈夫大丈夫。はい、いくよ。さあ、パス、いいパス頼むぜ。いけるいけるいける、一回落ち着いて。さあ、俊介に出す。さあ、ドリブル最強、久保建英。
いけるか。はい、ドリブル最強。はい、あー、ドリブルは最強だけどパスは最強じゃない。来たぞ、来た、通れ通れ、いったぞ、よっしゃい、よし、決定力99なめんじゃねえ。はい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 、まあ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 、ちょっとね、最初個性がね、ちょっとやっぱこううまく噛み合わず、噛み合うとすごいことになるんですよ、やっぱこういうね、個性が強いチームは。うん、いや、これで後半ね、もうだいぶ前半で噛み合ってきたんで、終わり際ね、これもう逆転しますよ、余裕で。やばくねえか、やばくないか、コラプシングやばい、終わっちゃう。頑張れ頑張れ、個性の集団まだあるぞ。パス最強、パス最強、来た来た、決定力頼むぞ、あとぶち込むだけだ。いける、いけるぞ、うわー、いってろ、いけるか、バーくそどうしてだ、最強理論が。もう一試合行こう。さあ、二試合目やっていくぞ。おかしい、俺の最強理論は間違ってないやつだ、シュンスケー。いやー、ダメだ、会話聞かない、大丈夫だ、それでもダブルで90超えてる、プレスキックカーブ90超えてる、大丈夫だ。レバンドフスキーも99にはいってないが大丈夫だ、90台超えている、このままいくぜ、大丈夫だ、信じろ、チームを信じろ、最強理論は間違ってないはずだ、いけるぞ、レバー、いけるか、おりゃー、うわーやっぱりだー、間違っていなかった、俺の最強理論はドリブル最強、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 パス最強、パス最強、瞬発最強、あー、シュートがダメー、よ、はい、一回こうする、はい、ドリブル最強、ドリブル最強、ドリブル最強、ドリブル、ドリブル最強、ドリブル最強、ドリブル最強、ドリブル、ドリブル最強、ドリブル、シュート、いけるか、あー、惜しい、パスがダメだった、やばいやばい、コラプシング、コラプシング、オッケーオッケー、スタミナ最強、スタミナ最強を走らせる、クリス先生、やばい、あー守備意識、クリステンセン、やったな、足かけたな、大丈夫、コラプシング最強がいる、大丈夫だ、コラプシングが何かわかんねえけど、さあこっちだ、コラプシング、あみんなよう真ん中蹴るね、いけるぞ、パス最強頼む、オッケーオッケー、ドリブル最強、ドリブル最強、ドリブル最強、オッケー、いいよ、パス最強のやつけて、ラスト頼む、来たか、決定力最強、あーくそ、瞬発最強、あーくっそ、あーマジか、やばいな、おい、ちょ、やばいよ。これちょっと言ってなかったけど、リーグ戦でやってるんでね。マジで負けられないんすよ。これ大丈夫？はい。ドリブル最強から。あー、出てるよなー。いや、やばい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 。あー！はさあ、決定力、決定力、うわ、くそー、あー、僕の最強理論は間違ってなかったはずだ、俺なんで負けたんだ、あやっぱり一つの能力伸ばすよりバランスよく伸ばした方が良さそうです。あと俊介ごめん。